皆さんこんにちは。人気 TikToker でおなじみのゆりにゃさん、ゆりにゃがこれこれを告訴した理由や怒りの脅迫罪逮捕を目論む裏側について紹介します。最近 TikTok や YouTube で急速に注目を集めるインフルエンサーゆりにゃさん、彼女の魅力は可愛らしい外見と鍛え抜かれた腹筋、そしてキレキレのダンスにあります。特に TikTok での人気は絶大で、動画が公開されるたびに多くのフォロワーから熱狂的な支持を受けています。そんな彼女の成功の裏にある収入源や豪快なライフスタイルについて深く釣りしてみました。まず彼女の収入の大部分を占めるのは TikTok と YouTube の広告収入です。彼女の YouTube チャンネルでは動画が公開されるたびに再生回数が100万回を超えることも珍しくなく、これだけでも相当な収益が見込まれます。 YouTube の広告収益は1再生あたり約0.1円と言われており、年間で1600万円以上の収入が予想されます。さらにカップルチャンネルも運営しており、こちらでも多くの視聴者を集めているため収益はさらに増えるでしょう。またゆりにゃさんはライブ配信サービス、ツイキャスでも活動しており、こちらでも非常に高い人気を誇っています。彼女のツイキャスでのレベルは50に達しており、サポーターは約5万人。ツイキャスのトップ配信者は月に数百万円を稼ぐことも可能とされ、ゆりにゃさんも例外ではありません。特にお茶爆と呼ばれる投げ銭機能を利用し月に数十万円を稼いでいることも考えられます。そして TikTok ライブでも多くの収益を上げていることが分かっています。フォロワー数が数十万人規模のゆりにゃさんはライブ配信中に多くの投げ銭を受け取り、相当な額を稼いでいると予想されます。これらの活動を通じて彼女は複数の収入源を持ち、年間で数千万円以上の収入を得ていることが考えられます。彼女の成功はその収入源だけにとどまりません。ゆりにゃさんはその豊富な財力を生かし贅沢な生活を楽しんでいることでも有名です。まず彼女が若くして豊かな生活を送っている証拠として、アメリカや韓国へのダンス留学があります。彼女は小学校1年生からダンスを始め、中学1年生までその技術を磨き続けました。さらに高校3年生の時にはアメリカと韓国で本格的なダンス留学を経験しており、これには相当な費用がかかることから裕福な家庭環境で育ったことがうかがえます。また彼女は整形手術を繰り返していることでも知られています。初めての整形手術は中学2年生の時で、二重手術を受けたといいます。その後も目の下の涙袋の形成や顎の脂肪吸引、鼻の整形など数々の手術を公表してきました。これらの整形費用はクリニックによって異なりますが、合計で数百万円に上ることもあるため、やはり彼女の経済力の高さを示しています。さらに彼女はホストクラブでの豪快な遊び方でも話題になりました。過去には1日で500万円を使ったというエピソードもあり、その時には彼女の現在の彼氏である太一さんが支払いを肩代わりしたとも噂されています。これほどの大金を一度に使うことができるのはやはり裕福でなければ実現できません。そして YouTuber これこれに総額100万円相当のプレゼントを贈ったことでも話題になりました。 iPhone13 やグッチのキャップなどの高価なアイテムが含まれていたほか、ゆりにゃさん自身が記入した婚姻届まで送ったというエピソードもあり、ファンの間で大きな注目を集めました。一部では彼女が資産家の娘ではないかという噂もあります。彼女の実家はもともと歌舞伎町で寿司屋を経営していたとされ、その後居酒屋に転業したとの情報があります。この噂の発端となったのは2016年にゆりにゃさんのブログで実家について言及されたことです。ただしこの情報の正確性については不明であり、彼女自身も明確なコメントはしていません。歌舞伎町という場所柄、資産家とは断言できないまでも裕福な家庭で育った可能性は高いと考えられます。実際に彼女が SNS で見せる生活スタイルや身につけているものからも、その背景に裕福な家庭環境があることは容易に想像できます。さらにゆりにゃさんが宗教絡みで収入を得ているのではないかと
という噂も広がっています。元である民吉さんがかつて彼女がオカルト宗教にハマっていたとツイートしたことがそのきっかけです。ネット掲示板では宗教で荒稼ぎしているという投稿も見られましたが、これについても具体的な証拠はなく噂の域を出ていません。一般的に宗教活動において収益を得るというのはあまり耳にしない話であり、ゆりにゃさんが宗教活動を通じて収入を得ていたという確証もありません。こうした噂に対して彼女自身もこれまで明確なコメントを出していないため真相は不明です。ゆりにゃさんにはパパ活をしているという疑惑もたびたび取り沙汰されています。これは彼女が自身のツイッターでユーチューバーのこれこれさんとのツーショット写真を投稿し、パパ活と冗談交じりのコメントを残したことが発端です。その後も彼女は冗談めかしたパパ活を連想させる投稿をたびたび言っており、 SNS 上で大きな反響を呼びました。さらにツイキャス配信者のしくまさんがゆりにゃには毎月15万円をくれるおじさんがいると発言したことで、この噂はますます広がりました。しかし、これについても彼女自身は明確な否定も肯定もしておらず、あくまで一部のファンやネットユーザーの間での憶測に過ぎない状況です。ゆりにゃさんのこれまでの活動において、最も注目されるのは度重なる炎上事件です。彼女は SNS や YouTube での発言や行動が原因で、数々の批判を受けてきました。いかに代表的な炎上事件をまとめます。ゆりにゃさんは暴露系配信者コレコレさんの動画にゲスト出演し、温泉旅館での滞在を配信しました。しかし旅館の料理を食べた際に美味しくないと発言し、これが旅館の女将を怒らせてしまいました。結果として彼女の無礼な態度が SNS で拡散され、大きな批判を浴びることになりました。ゆりにゃさんはUSJ で大胆なコスプレ姿を披露し、 SNS でその写真を投稿しました。しかし際どい服装でテーマパークを訪れたことが公共の場でのマナーに反するとして SNS 上で炎上しました。一部のユーザーからは規則には反していないから問題ないと擁護する声もありましたが、賛否両論を巻き起こす結果となりました。ゆりにゃさんはインスタグラムで会員登録でキャッシュバックが受けられるという案件を PR しました。この案件は大企業の案件だから安全として宣伝されていましたが、実際には詐欺案件であり多くの被害者が出る結果となりました。ゆりにゃさんは自分は詐欺に関与していないと主張し、被害者への返金対応も行ったものの、彼女の彼氏の対応が不十分だったこともあり、さらに炎上する事態となりました。ゆりにゃさんは暴露系配信者コレコレさんとのトラブルでも注目を集めました。2024年9月17日ゆりにゃさんは自身の X でコレコレさんに対して告訴状を提出したことを公表しました。詐欺案件のトラブルに対してコレコレさんがゆりにゃさんにアドバイスをしたところ、彼女はこれを脅迫と捉え告訴に踏み切ったという経緯があります。ゆりにゃさんは虚偽の配信をされたとして警察に通報し、捜査が開始されたとしています。しかしコレコレさん側は脅迫や虚偽の配信はしていないと主張しており、両者の言い分は平行線をたどっています。この騒動をきっかけに SNS 上ではゆりにゃは騒ぎすぎだ、頭がおかしいという批判の声が多く上がりました。これまで多くの炎上事件や噂に巻き込まれながらも、ゆりにゃさんは SNS や YouTube での活動を続けています。彼女の影響力は依然として強く、多くの支持者を持っており、その収益も相当なものと考えられます。彼女の SNS 収益や YouTube の広告収入だけでもかなりの額になると推測され、パパ活や宗教絡みの噂についても彼女のライフスタイルが誤解を招いた可能性があります。彼女の活動は炎上や批判を伴いながらも確実に多くの人々の注目を集め続けています。今後もゆりにゃさんの動向から目が離せません。彼女がこれからどのような活動を展開し、どのようなメッセージを発信していくのか、引き続き注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。